エドワード・ジー・ユールは、アメリカ合衆国の軍人、実業家。第二次世界大戦中、アメリカ陸軍武器下の将校として、バズーカを開発した。戦後は、フェアチャイルド社社長などを歴任し、アメリカの航空宇宙産業の発展に携わった。1918年、ニュージャージー州エリザベスに手釜を受ける。1936年、ジェファーソンハイスクールを卒業。 予備役商工訓練課程の奨学金を受けつつ、ペンシルベニア州ベスレヘムのリーハイ大学工学部で学ぶ。1940年に卒業し、工学物理の理学志望を授与された。M1 ズーカを構える、兵士1941年、陸軍に入隊し、武器科に配属される。1942年、ユール中尉は、M10 成形作薬を用いた、 不評形公用対戦車火器の開発に参加していた。この作訳は、手投げ弾に使用するには、重量がありすぎたため、ユールはこれを投射するべく、スクラップの金属管を利用し、レスリーエースナーと共に、単純な無反動ロケット発射機を試作した。これがバズーカとして知られるロケット発射機の原型となった。このロケット発射機開発の発端について、ユールは次のように語っている。 私はこのスクラップの山を歩いていて、あのチューブを見つけたのだ。たまたま我々がロケット弾に作り替えた敵弾と同じサイズだった。私は言った。これぞ答えだ。と、兵士の肩にロケットを込めたチューブを乗せ、そこから発射するわけだ。バズーカは肩に乗せて射撃することで、ロケットの噴射で、伊手の顔面が火傷する危険を避けることができた。1942年、 この新兵器は北アフリカ戦線で初めて実戦投入され、後のノルマンディ方面の戦いではドイツ軍戦車に対する有効な攻撃手段の一つとして活用された。戦後はダグラス・マッカーサー将軍のもとで一時働き、1947年に中佐として陸軍を退役した。退役後はクレーン・エル・マーティン社及びマーティン・マリエッタ社にて誘導弾開発に携わる。 同社の技術担当副社長の役職を務めたほか、後には、フェアチャイルドエンジンエアプレーン社の社長も務めた。彼のもとで、フェアチャイルド社は、従来の航空機メーカーから、ミサイルや人工衛星まで手掛ける、航空宇宙産業大手へと成長していった。事業拡大にあたり、ユールはヘリコプターを製造していた、ヒラーエアクラフトや軍用機製造大手である。 リパブリックアビエーションなどを買収したベルナー・フォン・ブラウン博士とは資料仲間であったという1975年にはリーハイ大学から名誉科学博士号を送られている1979年同大の理事会に名を連ね1986年から1990年までは議長を務めた航空宇宙産業の分野において ユールは引退までの40年間にフェアチャイルド社が手掛けた多数のミサイル、民間機、軍用機、人工衛星の開発を指揮した。1985年、フェアチャイルド社を退職。以後もいくつかの企業には役員や会長として名を置いていた。2010年、メリーランド州イーストンで心不全により死去。1943年に妻もリーン・ケレハーと結婚している。 彼女は1966年に死去し、その後、メアリー・スチュアート・ブルーと再婚している。死去の時点で、妻以外の家族としては息子2人、娘1人、次息子2人、ママ娘1人、孫4人、次孫5人があった。ありがとうございます。